どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は宇宙に実在する本当にヤバい天体4選第4弾というテーマで動画をお送りしていきたいと思います。で、普段から宇宙に関する動画をお送りしている宇宙系 YouTuber、 まあ自称なんですけど、をやってる僕が、これまで見てきた数あるヤバい天体の中でも、まあこれ本当にヤバいなと思った天体を紹介するシリーズの4作目となってます。で、1作目から3作目まではこの動画の概要欄かもしくは終了画面から、関連動画のリンクを記載するので、ぜひそちらも合わせてご覧になってみてください。はい、そして最初に紹介するのは最強の星団 R136 です。単体の天体ではなくて、あの天体の集団、まあ、星団なんですけど、非常にヤバい星団なので今回紹介することにしました。で、 R136 は、地球からはるばる 16.5 万光年離れた場所にある大マゼラン雲という天の川銀河とはまた別の銀河の中にあるタランチュラ星雲という場所があるんですけど、その星雲の中心部にあります。で、このシミュレーションでも、左上に出てるハッブル宇宙望遠鏡が撮影した実写画像でもわかると思うんですけど、いくつもの青い星々で構成されてますね。で、恒星の色というのは、その表面の温度によって決まります。で、温度が低い順から赤色、橙色、黄色、白色、青という順番で、高温になっていきます。まあ、なので、これらの天体というのは本当に表面が非常に高温な、天体ばかりなんですね。そしてなんですけど、最初は表面が青くて高温な恒星でも、それが寿命に近づくにつれて徐々に巨大化して、で、同時に温度も下がっていきます。まあ、なので、青い恒星というのは、まあ、数百万歳という若くて高温で、すごくエネルギッシュな恒星しかいないというわけなんですね。まあ、若いからといって全ての恒星が青く輝いているかって言われるとそうでも全然なくて、その太陽のもともと何倍も質量が大きい、まあ、本当に限られた恒星しか青色で輝くことはできません。まあ、なので質量が大きい天体というのがすごくエネルギッシュなんですけど、この R136 にはあの太陽の50倍も質量がある、超大質量星というのがなんと数十個もあって、で、さらに太陽の100倍以上重い恒星が9個も見つかっているんですね。まあ、オリオン座の一等星のリゲルと白鳥座のアルファ星デネブっていうのも、まあ、すごいエネルギーが高いんですけど、それらも、まあ、大体質量が20倍ぐらい、太陽の20倍程度しかなくて、まあ、なので50倍っていうのが、あの肉眼で見える恒星の中で、50倍の質量を持っている星っていうのはほとんどない。まあ、ほぼないですね。100倍となるともう一つもないっていうぐらいの、ものすごい、限られた星っていう感じになります。で、そんな星々が、この R136 っていう、狭い範囲の中だけでもものすごい数があるということになります。で、この R136 の中でも、特に R136A1 という恒星は、質量がなんと太陽の260倍、程度あって、観測史上最も重い恒星として有名なんですね。で、この、表面温度がなんと5万度以上あると。で、その放出するエネルギーというのも観測史上最強レベルで、それが太陽の800万倍以上のエネルギーを誇っています。なので数秒間で太陽1年分のエネルギーを放出してしまうほどのとてつもないエネルギーを誇っています。はい、続いて紹介するのは観測史上最も温度が低い惑星外天体 WISE-1828+2650 という天体です。で、地球の320倍ほど重い木星のさらに13から75倍程度の質量がある天体というのは、太陽のような恒星のように常に水素を核融合して輝き続けているというわけではないんですけど、生まれてから短期間だけは重水素という一部の水素だけは核融合を起こすということができます。まあ、なので、これくらいの質量を持つ天体というのは褐色矮星といって惑星にも恒星にも属さない不思議な分類の天体となっています。で、この褐色矮星というのは生まれてから、わずかな時間だけ核融合反応を起こしていたことから、その表面の温度が800度から2500度程度のものが多くて、そこからはゆっくりと時間をかけてこの宇宙の温度にまで冷えていくというふうに考えられています。で、まあ、これが一般的な褐色矮星の見た目で考えられているんですけど、まあ、結構、恒星に近いような見た目をしてますね、このシミュレーションだと。で、ただ、その褐色矮星の中でも最も低温な星として知られているWISE-1828+2650という星があるんですけど、はい。まあ、これ、すごく暗いので、ちょっと明るくしますが、
まあ、こんな感じで、全く光り輝いてません。でこの、加速矮星の表面温度は、なんと300Kと、まあ、なので、これを度で表すと25度程度というふうになってます。なので、室温とほとんど同じぐらいですね。まあ、すごい人間にとっても過ごしやすいような気温となってます。なので、まさに触っても、まあ、温度的には大丈夫な惑星外天体ということになります。すごく不思議な天体ですね。はい、で続いて紹介するのは最強の電気を持つ天体 PSR-J0537-6910 という中性子星です。で中性子星というのは太陽の8倍以上重い大質量の恒星がその一生の最後で起こす、まあ、超新星爆発という大爆発の際にその中心部に残ると考えられている超高密度の天体の一つです。例えばこんなベテルギウスなんかも超新星爆発を起こして最後には中心部に中性子星という天体が残るというふうに考えられています。で今回紹介する PSR-J0537-6910 という中性子星は太陽の数億倍という桁違いの質量を持つ超大質量ブラックホールというのがあるんですけど、まあ、銀河の中心部とかですね、そういった超大質量ブラックホールを除けば宇宙で最も強い電気をまとう天体としてすごく有名となっています。でこの電流がどれぐらいかというと数値で言うと1000兆アンペアで電圧が3K8000兆ボルトという、まあ、本当に桁違いすぎる数値となるそうです。まあ、参考までに振り返ってみるとこの地球の雷というのが最大で50万アンペアで電圧で言うと10億ボルトという値となっています。でそしてこの毎秒のエネルギーの強さを示す指標である電力というのはワットっていう単位で表すんですけどこれは電流×電圧の式では求めることができるのでこれを計算すると宇宙最強の電気を持つ中性子星の場合は380兆ワットと 3.8×10⁻³⁰ ワットというふうになります。で地球の雷の電力は500兆ワットという値になるのでその PSR-J0537-6910 の値というのは電力というのはそれの10京倍近く強力ということになります。でまあ、本当に全然桁が違いすぎてよくわからないのでこれを身近なものに例えてみましょう。で世界の年間消費電力というのは1年間で 8300kJ という値になるそうです。でまあ、あの 8.3×10⁹ ですね。でこれジュールって何かというとワットに秒数をかけた値となります。まあ、なので毎秒のエネルギーの強さがワットでそれを何秒間続いたかっていう総エネルギー量というのがジュールという値ですね。で PSR-J0537-6910 の電気量というのは毎秒で 3.8×10⁹ ジュールというふうになります。でなので PSR-J0537-6910 はたった1秒間で全世界のエネルギーのなんと4600億年分を賄うことができてしまうんですね。なのでこれを1秒間稼働させただけで、まあ、人類はほとんど今後永遠にエネルギー不足に困ることはおそらくないでしょう。そして最後に紹介するのは観測史上最も遠くにある天体である GNZ11 という銀河です。でこれ今画像出てると思うんですけど、まあ、赤いですしぼやけてるんですけど、まあ、ただその存在自体ははっきりと観測することができます。で宇宙は膨張しているので遠方の天体から放たれた光というのは地球に到達する過程でその波長が伸びるんですね。でその波長の伸び度合いを示す指標というのが赤方変異というもので、赤方変異というのが大きいほど波長が伸びているということがわかります。つまりこの赤方変異の値、この値が大きいほど長い時間波長が伸ばされてきたと、つまり遠くからやってきたという光だとわかります。でこの GNZ11 の赤方変異の値 Z は 11.1 というものでした。でそれはこれまでの過去最高の値であった 8.68 という値を大幅に更新していることがわかります。でそこから割り出された GNZ11 の地球からの現在の距離というのが320億光年にもなって、で観測された光は今から134億年前ですね。宇宙の年齢が138億年なので、それが誕生してからわずか4億年後の光だということが判明しました。この銀河の大きさというのは私たちの住む銀河系の大体25分の1ぐらいで、質量が100分の1程度とかなり小柄にもかかわらず
なんと銀河系の20倍もの速度で、星が誕生しているということが分かっていて、なのでそのおかげでものすごい遠い銀河からでも、遥か遠い彼方にある地球にまで光を届けるほど明るく輝いているというふうに考えられています。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、今回もヤバい天体だらけの宇宙でも特に、際立ってヤバい天体というのを4つ紹介してきたんですけど、まあ、少しでもこの宇宙の面白さというか、ヤバさを感じていただけたら幸いです。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。宇宙ヤバいチャンネル中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。